第3球はインサイド引っ張った、高く跳ね上がった、サード取った、記録はライアンだ。パイレーツサヨナラのチャンスを迎えます。バッターはジェイソン・ベイ、パイレーツ。代走起用します。カスティーヨ一塁に入りました。まずは1球目、強振空振り、そして2球目、これは見送ってボール。第3球はチェンジアップ、空振り、ピッチャー追い込んだ。次は4球目、空振り三振、ベイ3打席連続三振。続いてまた今日三振が2つのアダム・ラローシュ、外角高め決まってストライク。さあ1球目ストライクからストレート打ちました、ファウルボール。第3球は空振り三振、大事な場面で2者連続三振。続いてまた今日三振が2つのロニー・パウリーノ、さあ1球目まっすぐ見送ってストライク。さあ初球ストライクから直球打った、ピッチャー取った、スリーアウトです。延長10回の裏が終わって0対0パイレーツ、チャンスを広げることができません。これから攻撃に入りますロッキーズ、先頭バッターは8番クリス・イアネッタ、初球は直球ストライク。さあ1球目ストライクから内角外れてボール。さあ3球目ストライク、カットボールです。ピッチャー追い込んだ。第4球は空振りストライクアウト、まずは三振に切って取りました。バッターは8回途中出場のナトロイ・ホーキンズ、ここでタイムを取りました。ロッキーズ代打を起用してくるようです。そしてバッターはジェフ・ベイカー、初球はカットボール決まった、ストライク。さあ1球目ストライクからインサイド打った、ショート掴んだ、アウト、ツーアウト。ベイカーショートゴロに倒れました。続くバッターはウィリー・タベラス、まずは1球目低め際どい球ボール。さあボール1からボール、外れました。そして3球目スライダー打った、キャッチャー掴んだ、アウト、スリーアウトになりました。ロッキーズまたしても三者凡退に終わっています。延長11回の表が終わってロッキーズこの回も得点を挙げられませんでした。ここでタイムがかかります。ロッキーズピッチャーを変えてきます。アフェルト今日3番手としてマウンドに上がります。まずは1球目インサイドコーナー決まってストライク。さあ1球目ストライクから低め、判定はボール。ネイディよく選んでいます。さあ3球目チェンジアップはボール。次は4球目、縦のカーブはストライク。さあ平行カウントになってネイディ4打席連続三振。続いてまた今日三振が2つのホセ・ボーティスタ、初球はボール、カットボール外れました。さあワンボールからチェンジアップ決まってストライク。さあ3球目外角際どい球ボール。ボーティスタよく選んでいます。さあ4球目カットボール打った、ショート取った、アウト、ツーアウト。ボーティスタ内野ゴロに倒れました。バッターはジャック・フラッシュ、ジャック・ウィルソン。さあ1球目ストライク、縦のカーブ。さあ初球ストライクからチェンジアップ決まってストライク、早くも追い込みました。そして3球目インサイドついてボール。さあ4球目インサイド引っ張った、ファウルボール。そして5球目打った、流し打ち、ヘルトン掴みました。これで3アウトチェンジ。最後はファーストライナーに打ち取られました。延長11回の裏が終わってパイレーツまだスコアボードはゼロのままです。ロッキーズこの回は2番からの好打順です。先頭バッターは2番松井稼頭央。さあ1球目スライダー決まってストライク。そして2球目、これはボール、ワンストライクワンボール。さあ3球目、大きなスイング空振り、
第4球はカットボール打ちました。セカンド取った、アウト。ワンアウト。松井セカンドゴロに倒れました。今日ヒットを放っているギャレット・アトキンス。さあ1球目、低めわずかに外れてボール。ノーストライク、ワンボール。第2球はスライダーに送ってストライク。そして3球目、直球外の高め、ボール。さあバッティングカウントになって、カットボールがストライク。ツーストライク、ツーボール。ツーツーピッチからカットボール外れました。さあ6球目、外角高め打ちました。これはスタンドに入ります、ファールボール。そして7球目、流し打ち、どうだ。一二塁間ライナー破っていった。アトキンスライト前ヒットを放ちました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。そして続くバッターはトッド・ヘルトン。セカンド右抜けた、ヒットになります、ライト前。ヘルトンライト前ヒットを放ちました。これで5打数の1安打。バッターマット・ホリデイ。さあ1球目ストライクから、スライダー空振り。そして3球目、空振りストラックアウト。ホリデイかすりもしませんでした。バッターブラッド・ホープ。まずは1球目、初球から打っていった。セカンド掴んだ、カスティーヨ今タッチしてアウト。延長12回の表が終わって0対0、ロッキーズチャンスを広げることができません。パイレーツ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。バッターは10回途中出場のラマソ・マルテ。ここでタイムがかかります。パイレーツピンチヒッターを投入してくるようです。ここで迎えるバッターはハンベルト・コタ。まずは1球目、直球決まってストライク。さあ初球ストライクから、これは見送ってボール。そして3球目、ボール、アウトサイドわずかに外れた。次が4球目、縦のカーブ決まってストライク。第5球は高め、見逃し三振。バットが出ません。今日ヒットを放っているクリス・ダフィー。初球は縦のカーブ決まってストライク。ワンストライクノーボール。さあ初球空振りから、カットボール打った、ショート取った、アウト。ツーアウト。ダフィーショートゴロに倒れました。バッターはダイソーに起用されたホセ・カスティーヨ。まずは1球目、インサイドついてボール。さあワンボールから、縦のカーブ見送ってストライク。第3球は大きなスイング、空振り。次が4球目、空振り三振。カスティーヨスイングアウトの三振に倒れました。パイレーツまたしても三者凡退に終わっています。延長12回の裏が終わって、依然両チームの得点に動きがありません。ここでタイムを取りました。パイレーツピッチャーを変えてきます。ベイリス今日5番手としてマウンドに上がります。初球はストライク、チェンジアップです。さあ初球ストライクから、スライダー空振り。さあ3球目、インサイドついてボール。トロイツキよく選んでいます。第4球はチェンジアップ見送ってボール。さあ平行カウントになって、低め見逃し三振。手が出ません。今日ヒットを放っているクリス・イアネッタ。さあ1球目、ストライク、スライダーです。さあ初球空振りから、チェンジアップ打った、セカンド掴んだ、アウト。ツーアウト。イアネッタ内野ゴロに倒れました。バッターは11回途中出場のジェレミー・アフェルト。ここでタイムを取りました。ロッキーズピンチヒッターを投入してくるようです。ピンチヒッターはスティーブ・フィンリー。さあ1球目、外れた、ボール。第2球は外角低め、ボール。第3球は直球ストライク、ワンストライク、ツーボール。さあバッティングカウントから、直球空振り。さあ追い込んでから、スリーアウト、チェンジ。
三振で終了しました。延長13回の表が終わってロッキーズこの回も得点を挙げられませんでした。ここでタイムを取りました。ロッキーズピッチャーを変えてきます。ラミレス今日4番手としてマウンドに上がります。初球はストライク決まった。ワンストライクノーボール。さあ1球目空振りから低め際どい球ボール。第3球はチェンジアップボール。さあバッティングカウントから打った引っ張った。次が5球目インサイド低めボール。さあ6球目高めいっぱい見逃し三振。バットが出ません。続いてまた今日三振が3つのアダム・ラローシュ。まずは1球目スライダーはストライク。ワンストライクノーボール。さあ1球目ストライクから変化球外側へボール。第3球はストライクチェンジアップです。バッター追い込まれた。さあ4球目インサイド引っ張ったファールボール。次が5球目空振り三振2者連続三振。続いてまた今日三振が2つのロニー・パウリーノ。さあ1球目ストライクチェンジアップ決まった。さあ1球目ストライクからスライダー空振り。そして3球目ボール1つ外した。次は4球目打ったファール。そして5球目空振り三振。パウリーノスイングアウトの三振に倒れました。最後は空振り三振で終了しました。延長13回の裏が終わってパイレーツこの回も得点を挙げられませんでした。ロッキーズこの回1番からの好打順。右バッターボックスはトップバッターのウィリー・タベラス。まずは1球目チェンジアップ決まってストライク。さあ1球目空振りからチェンジアップ打った。第3球はアウトサイドコーナー際どい球ボール。そして4球目チェンジアップ打ったセカンド取ったアウトワンアウト。タベラスセカンドゴロに倒れました。今日ヒットを放っている松井和夫。まずは1球目チェンジアップ見送ってストライク。さあ初球ストライクから直球ストライク。そして3球目外角低め打ちました。ショート掴んだアウト。ツーアウトです。松井内野ゴロに倒れました。前の打席でヒットを放っているギャレット・アトキンス。さあ1球目ストライクチェンジアップワンストライクノーボール。さあ初球空振りからインサイド引っ張ったワンバウンド。アトキンスレフト前ヒットを放ちました。さあツーアウトから先制のランナーが出ました。そして次のバッターはトッド・ヘルトン。キャッチャー二塁へ送球二塁タッグアウトスリーアウトです。延長14回の表が終わって依然両チーム無得点です。これから攻撃に入るパイレーツ。先頭バッターは6番ハビエル・ネイディ。初球は初球打ちました。飛びついたセカンド右抜けたライト前ヒット。レイディライト前ヒットを放ちました。今日初めてのヒットになりました。続いてまた今日三振が2つのホセ・ボーティスタ。さあ1球目ストライクから低めのボール引っ掛けたサード掴んだワンアウトです。バッターはジャック・フラッシュジャック・ウィルソン。まずは1球目直球決まってストライク。さあ2球目打ったピッチャー取った記録はヒットになりました。さあワンアウトからサヨナラのランナーが出ました。バッターは13回途中出場のジョナ・ベイリス。ここでタイムを取りました。パイレーツ代打を起用してくるようです。さあここで代打ドン・ケリー。初球はストライクスライダーです。さあ初球ストライクからチェンジアップ打ったピッチャー取った一塁はどうかツーアウト
今日ヒットを放っているクリス・ダフィー。さあ1球目、初球引っ張った、ファウル。さあ1球目ファウルから直球空振り。そして3球目、見事なピッチングです。延長14回の裏が終わって0対0パイレーツ、チャンスを生かせません。ここでタイムを取りました。パイレーツピッチャーを変えてきます。ペレス、今日6番手としてマウンドに上がります。まずは1球目、初球打ってきた、落ちました、ヒット。レイディー追いかける。ロッキーズ、今日2本目のダブル、今日三振が2つのバットホリデー。まずは1球目、これも初球打ち、グラブを弾いた、セーフ。二塁ランナーホームイン、ついに均衡が破られました。ロッキーズ2者連続ヒット、今日ツーベースダブルを打っているブラッド・ホープ。ロッキーズ追加点のチャンスを迎えています。さあ1球目ボールから、ボール外れた。そして3球目、アウトサイドコーナー打った、ファースト掴んだ、一塁ベースを踏んでアウト。ここまで三振が3つのトロイ・トロイツキー。ロッキーズ追加点のチャンスを迎えています。さあ1球目ストライクから、インサイド打った、セカンド掴んだ、ツーアウトです。さあ追加点のチャンスにバッター、クリス・イアネッタ。まずは1球目、あっとワイルドピッチ、さあワンボールから直球見送ってボール。さあ3球目、まっすぐ見送ってストライク。次は4球目、変化球ボール、アウトサイドコーナー。第5球は引っ張った、サード取った、アウト。スリーアウトになりました。延長15回の表が終わって1対0ロッキーズ先制点を挙げています。タイムです。ロッキーズピッチャーを変えてきます。フェンテス、今日5番手としてマウンドに上がります。まずは1球目、見送ってボール。さあ1球目ボールから、スライダー打った、ファウル。第3球は低め際どいボール、カスティーヨよく見ています。さあバッティングカウントから、スライダー見送ってストライク。さあ追い込んでから、見送ってボール。さあフルカウントになって、チェンジアップ打ちました、サード取った、アウト。ワンアウトです。バッタージェイソン・ベイ。まずは1球目、初球打ちました、ファースト掴んだ、アウト。ツーアウト。バッターはアダム・ラローシュ。さあ1球目、低め、判定はボール。さあ1球目ボールから直球、外れました。第3球はアウトサイドコーナー打ちました、セカンド取った、アウト。試合終了です。いただきましたように、ロッキーズ勝利を収めました。実況は谷口博明でした。皆さんさようなら。